皆さん、こんにちは。クニネムです。このアストロの塗装を今して言ってますけども、こっち側ね、右前フェンダー前塗りまして、今回この左前フェンダー、これを塗っていきたいと思います。ではこれ外していきます。はい、左前フェンダー外れまして、こっちはですね、状態が前のやつより悪いんです。この辺はもう傷だらけで、このひび割れがいったような、ひび割れというかね、こんな感じですね。ピントが合わない。まあ、大きな、こう、ガリ傷とかはないんですけど、あとデカールですね。あとこの塗装を剥がしていきます。プラサフを拭きました。
感じで、で、このプラスアフヌンノと同時に、これも塗っておきました。ドアミラーの前というか下というか、あの三角の部品ですね。ここがベースカラーで、こっちが黒ですね。ただこれ一晩このまま放置しまして、明日、磨きをして、ベースカラー塗っていきます。左フェンダー、プラスアフ塗りまして、丸一日置きました。もう寒くなってきましてね、もう、11度。ちょっと前まであんな暑かったのに、あっという間にえらい寒くなりました。今のところプラスアフは、またちょっと垂れましたね、ここ。ここちょっとだけ垂れてます。まあ、プラスアフなんで磨いたらいけると思います。だから今日はこれをですね、磨きまして、ベースカラーを拭いて、クリアを拭くというところまでいけたらいいんですけど、まあ、ちょっと頑張りたいなと思います。はい。ちょっと同じような画面が続きますけども、これはもう磨きが終わって、洗いも終わりまして、シリコンオフで脱脂をして、ベースカラーを塗る準備ができたフェンダーです。で、プラスアフちょっと垂れてたとこあったんですけども、まあ、磨きまして、ここやったんですけどね。そしたらベースカラーを塗っていきます。今、ベースカラーを塗ってる最中ですけども、これは同じフェンダーで2枚目ですんで、もう垂れないように頑張りたいと思います。でも垂れる場所は分かってますんで、垂れる場所は、この傾斜の角度のついたここですね。この辺ですね。この辺。この辺だけ時間をかけてやります。で、あと垂れるところは、ここも若干傾斜があるんで、この谷間に
フェンダー地の谷間に塗料が溜まって流れていくということあるんで、もうとにかく厚塗りをしないように時間をかけてやりたいと思います。今のところ垂れてません。で、虫が来るとすぐ行けるようにピンセットも用意してますんで、これでやっていきます。はい、クリアが塗り終わりました。ですね、またも失敗をしまして、ベースカラーがここで垂れたんですね。ここで、で、補修をちょっとしたんですけども、やっぱり跡が残りました。ここデコボコしてますよね。ここ上から垂れてきて、ここで止まったんですよね。すごい残念ですけど、ちょっと追っかけるのをもうここでやめました。それ以外はもうだいたいいけました。で、今回はですね、ここですね、ここ垂れないようにということばっかりを気にしてやってまして、まあ、垂れるんだったらここだと。まさかここで垂れると思わなかったですね。これ左のフェンダーですけども、右のフェンダーはもう前終わってまして、同じ作業なんですけど、こっちのフェンダーの方がなんかいろいろ手がかかりまして、あれやこれやとやって時間がかかりましたね。なんか1回目の方がさっとやって、ダメージも少なくできたような気がします。で、こっちの二つ目にした方は、あれやこれやいろいろ考えながらやって、で、結局時間もかかるし、失敗の数はでも少ないかな。で、こっちもですね、これもやりました。なんかカメラを通すと黄色く見えるな。手で持つと白く見える。はい、ちょっと変わり映えのない動画になりましたけども、まあ一つ、アストロを仕上げるということの記録として、これも投稿します。ちょっと面白くない動画かもしれませんけれども、またご興味ある方は見ていただいたらと思います。それではまたこういう動画ずっと上げ続けますので、お付き合いをください。それでは。ですね、これがベースカラーをこした時のストレーナーなんですけども、ブツの原因がこれですね。絶対見えますかね。こんなにいっぱいこせてるんですよね。固体というかゴミというか、ベースカラーの中に入ってるこれが飛んでいってしまってのブツやったんだと思います。ですからもうストレーナー絶対にこれしないとダメですね。で、このブツ何なんでしょうね、これ。古い塗料やからこういうものができるのか、
まあ、メタリックだったらこうなってしまうのかちょっとわからないですけど、見えますかね。ストレーナーを使うのを忘れてはいけないということですね。いや、いまだに失敗ばっかりしてるとそうですけれども、毎回何か学びがありまして、なかなか楽しんでおります。